まだボール流しています。さあ佐々木が行く。佐々木が中に入れてくる。グラウンダー、ああ決まった。先制、決めたのは10番の高木。今シーズンで引退を表明している背番号10番高木。
その一方で大変なことやしんどいことも同じくらいあり、心が折れそうになったことも何度もありました。そんな時はいつも原点に帰って物事を考えないようにしていました。自分はサッカーが好きだ、今日もサッカーができる、朝起きて自分の向かう時はサッカーが感謝しなければいけない、そう自分に言い聞かせ、心を奮い立たせ、ここまで来た日を懐かしく思います。キャリアの中で嬉しい瞬間は試合に勝利した瞬間です。それに勝るのはありません。サポーターの皆さんと喜びを分かち合うその瞬間、今日できなくて申し訳ありません。名古屋ブランパス、ジェフレナイケット千葉、大分トリニータ、蒲田バラエティ、すべてのクラブでファンサポーターの方たちがいつも温かい声援、時には叱咤激励をしてくれ、背中を押してくれました。本当にありがとうございました。ここまでプレーを続けてこれた理由の大きな理由として、丈夫で頑丈な体に産んでもらえたことだと思っています。父母に感謝しています。またいつもそばで自分を支えてくれている妻、二人の子供たちにも感謝しています。今日このセレモニーをさせていただくにあたって、いろんなことをたくさん考えて何を言うか考えましたが、16年間毎日真剣勝負でやってきましたので、それを数分で求めるようになかなか本当に難しく、今もちゃんと皆様に話させているのが不安ですが、今日皆様に伝えたいことは一つです。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今日この後蒲田ファイナルのレジェンド三匹のキング高木和也さんのセレモニーに参ります。彼がいなければ僕はこんなにもスムーズにここでプレーができなかったと思います。ありがとうと言いたいです。最後に一言言わせていただいて締めたいと思います。16年間本当に素晴らしい楽しい現役生活でした。ありがとうございました。最後まで後押ししてください。よろしくお願いします。
今シーズンをもちまして出てすることを決めました。チームが苦しい中、何も力になれることですか。もう自分の力は必要ないと思う出てを決断しました。毎年この最終戦でたくさんの仲間たちの舞台成分に向けました。それが自分の番だなと思います。今日自分の順番が来ました。引退を決めてからはもう走らなくていい、怪我をする心配をしなくていいと思うようになり、気持ちはすっきりしています。でもこのピッチからもうこの景色を見れないと思うのは少し寂しい気持ちです。それと3年前 J3 に合格して、ここで J3 に昇格すると約束しながら、その約束を果たせず引退してしまうということは本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。9歳の時に香川県でサッカーを始め、その時のたくさんの仲間、素晴らしい指導者、その人たちのおかげでプロサッカー選手になることができました。ありがとうございました。プロになってサンフレッチェ広島、見ている山形、FC ビル、栃木 SC、 浜田まりさんみと本当にたくさんの経験をさせてもらいました。すべての関わってくださった皆さんに本当に感謝しています。8年前地元がまた周りさんに帰ってくる時、もうこのクラブで引退しよう、自分の残りのサッカー人生をこのクラブのために全力で頑張ろうとやってきました。でも毎年残留争い、セスリー合格と本当に自分の力のなさ、応援してくださる皆さんも期待に応えられない、本当に苦しい時の方が分かったです。今年の順位、成績で何を言ってるんだと思うんですけど、来シーズンここに残る選手、新たに来る選手、新たなスタッフ、みんながまた J2 に向けて頑張ってくれると思います。皆さんの応援が必要です。たくさんの人の前でプレーして後押ししてください。今後につきましてはクラブから残ってほしいという話もいただきました。自分がやりたいこともある中で、今選手である以上なんか決めれないので、またしっかり考えて次のステージに向かいたいなと思います。
ありがとうございました。負けてるからな。負けてるんだよ。お疲れ様です、皆さん、今日もありがとうございました、残念ながら勝てませんでした、得点も狙っていたんですけど、力不足です、自分の思いはさっき話させてもらったので重複してもしょうがないと思うんで、ちょっとあれですけど、僕は来年からも蒲田マーレに残って、蒲田マーレの力になれるように働いていきます。チームを強化して強くしたい、という気持ちもがあり、その他にもこのピカタスタジアムを蒲田マーレブルーに染めたいっていうのが自分の夢です。たくさんの方が水色のユニフォームを着て毎試合スタンドが埋め尽くして、でここにいる選手たちが素晴らしい、より素晴らしい雰囲気の中でプレーできるように僕も来年から頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いい時ばっかりじゃなかったですけど、本当に支えてもらってここまで走ることができました。来年以降も蒲田マーレの応援よろしくお願いします。来年以降また G2 昇格に向けて全力で頑張ってくれると思います。僕自身ももう選手としては無理ですけど応援したいと思っています。香川県にはいるのでどこかで会った時は気軽に話しかけてください。ありがとうございました。お願いします。さくらです。はい、こっち皆さん入ってます。今入りまし、お疲れで、
大谷です。ありがとうございました。おはようございます。あのチームのキング高木選手、おはようございます。おはようございます。今日も頑張ろう。頑張りましょう。はい、ありがとう。楽しい練習を。はい、ありがとうございます。まぶしい。いつも大体どれぐらい前に？大体1時間ぐらいですね。前来てストレッチとかトレーニングして。え、体をなじませてます今日はあったかいんで、いいです。はい、清水ご紹介します。それは30分前って言ったから、あの清水コーチが来ました。今シーズンからゴールキーパーコーチの清水コーチです。おはようございます。おはようございます。やるんですか今日？はい、やります。何これ？これなんかあれです。いや、今オンライン、いや、ナウじゃないですけど。やめてよきて。今から僕 の、 あの友達紹介します。来てよ、友達紹介するから。練習前に腹筋してるとか。誰が腹筋見ておもろいん見てる人おっさんの腹筋誰がおもろいや。撮って撮っておいおい、もうちょっと映像アップアップアップ、行け行け。毎日やってますよカメラ向いたらそれだもん。俺らのキャプテン、俺らのキャプテンです。カメラ向いたらそれだもんな。松本直也くんです。応援してくれてる皆さんに一言お願いします。私も頑張ります。カットです。次、次澤田くん。はい、ありがとうございます。澤田くんはいいや。はい、竹下くん、カムタマリユース出身、期待の星。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何に？
何にありがとうございます。アキさんに。俺に。いいやつ。練習終わりました。今日はセットプレー中心にいい練習できました。